このトレーニング映像に関しては、まあ、最初キャッシュメロ結構体重重そう、ちょっと パワーアップしたように見えます。はい、パワーはあるよ。で、あのその左アッパーだね。うん、で井上尚弥とちょっと距離が違います。もうちょっと近いね。近い距離です、ね、そこが強い。はい、その左アッパー特に、はい、左フックでも、はい、ショートだね。はい、うん、あともう一つ注目するのはカシメロ選手がつけてるグローブ、うん、井上尚弥が先ほどトレーニング映像でつけてたグローブより多分2倍くらい重いと思う。大きいよね。大きい、まあ、16オンスぐらいに見えます。実はこの左アッパーですよ、ここが。いや、うん、でもカシメロも自分のここはねバランスがいいよ。はい、この距離でこういうアッパーとかフック打つとき、はい、あれね、はい、あのショートフックですね。そうそうそう。